超常技車、コードルは中国の自動車メーカー、超常技車が生産する株である。2006年にはイタリアに3000台が輸出され、西ヨーロッパへの大規模な輸出車としては中国車として最初の車となった。車体はトヨタハイラックスサーフのものを用い、エンジンは三菱自動車製の2.4リットル 4G64 エンジン及び、 4G69 と自社製の2.8リットル GW2.8TC ディーゼルエンジンが搭載される。また、2リットルエンジン搭載モデルのホーバー H3 には、同じく三菱製の 4G63 型エンジンが搭載される。なお、エクステリアのサイドデザインについては、イスズアクシオムとの類似性が、フロントデザインについては、日産、ムラーの及び日産。 エクストレールとの類似性が指摘されている。環境性能については、ユーロ3基準に適合し、安全性については、中国のシーンキャップのテストで3つ星を、ユーロンキャップで4つ星を獲得した。また、リムジンバージョンとしてホーバーパイが存在し、全長 5490mm と 6720mm のモデルがある。エンジンは2 2 4リットル4 g 6を搭載する。 北京モーターショー04、頂上記者は、日産とイスズのコピーが、スキレスポンス、チーンキャブ、コードル株、ありがとうございます。